客様が、まあ、調律によって音が変わるんだとか、調律の必要性とかそういうとこに、まあ、関心を持っていただいてありがたいと思いました。しばらく調律してないんだけどぜひやってくださいという連絡もありましたので、非常に、この小説を読んでいろいろ皆さん考えるところがあるとは思います、はい、やっぱり今すごくデジタルな社会になってて、情報がテレビだとか SNS とかでどんどん広がっていく中で、この調律師っていうピアノは絶対アコースティックでクロマティックなところのものをゆったりと取り上げてくれて、その今の現代社会にないものがこの小説の中にあるっていうふうに感じたんですね。でそれを、まあ、調律師の立場からするといろんな場面が散りばめてられていて、でそれぞれ深掘りしすぎず、表現もすごい比喩的で分かりやすい、表現で書かれていたので、これ、受け取る側がいろんな感情で取れる、だからいろんな人に受け取ってもらえるんだなっていうことを感じました。森っていうテーマが最初にあったんですけども、それが非常に印象深かったです。その中からこうピンポイントでいろんなものをクローズアップしていくのが、やはりそのピアノと調律師が一つになっていくっていうのと割と似てたんですよね。昔ピアニストとこう仕事してる時に、この音がピアノ全体感の中の宇宙の中にある一つの星みたいな音が欲しいんですって言われたことがあって、でその時にそれは何を表現したらこの音の中にその彼の言いたいことが伝わるんだろうとかって思ったのと一緒で、森の中の何かの表現が感じられるとか匂いが感じられるって書いてあったのが、音の表現としてはすごい素敵な風に感じました。小説の中の通り、まずコツコツやっていくということと、そうですね、何にでもこう挑戦していろいろやってみるということが調律の中でも重要じゃないかなと思います。何事も経験したことを自分の腕の中に入れていかないと調律師成り立っていかないので、そういう意味でコツコツ急に一つのことをやって本当にうまくはならないので、長い時間をかけていろんなことを学んでいかないといけないっていうので、コツコツやらないといけないのは間違いない仕事だと思います。まあ、調律師としては本当に素敵な歩み方をしていると思いますので、まあ、努力も必要でしょうけど、そのピアノへの愛情を絶やさずずっと本当にコツコツ一歩一歩歩いていただければ、目指すところはおのずと近くなってくるのかなっていう。